ここはいつ来ても落ち着く。どれを素材にするかな。他へ行くか。ようこそ私のテリトリーへ。どちらの授業でしょうか。秘密の教室へようこそ。この教室は RPG 初心者の方へ冒険のノウハウを身につけていただくためのものです。城壁の外には魔物がいっぱいです。そんな場所でも万博でもいい、たくましく育ってもらうための講義なのです。第1回目の講義内容はこちらとなります。テーマはスキルです。とても重要ですのでしっかりと理解してください。え、その授業は聞いたことがあるって人もいる？いえいえ、そんなことはございません。それはあなたの夢です。大人の都合にわざわざ突っ込まないでください。気を取り直して、さて、スキルとは何度末と、お思いの方のために説明しますと、寒い時期なら下着は1週間ほどなら買えなくても大丈夫とか、ヨーグルトはもともと腐った食べ物なんだから賞味期限なんてノーサンキューです。2週間オーバー程度なら全然大丈夫、酸っぱいくらいがちょうど美味しいと言いながら食べることができるとか、会釈程度の挨拶を交わしただけでこいつ俺に惚れてるなという妄想ができるというようなスキルではございません。それはそのまま鍛えておけばよろしいかと思いますよ。世間の目は冷たいかもしれませんが、この世界でいうスキルとは技、魔法などの特殊能力のことを指します。これらはフィールドを探索するのには必須なものです。スキルはレベルが上がったからといって自動では覚えてくれません。自らスキルポイントを割り振らなければならないのです。ここからはフリップで説明しましょう。こちらを見てください。まずギルドやキャンプ画面にあるスキルカスタムを選択してください。次にスキルを習得させたい女の子、まあそのうち女の子と呼ぶには微妙な年齢の人も出てくるかもしれませんが、とりあえず脳内補完をかけて女の子として選出してあげてください。するとこのようにスキルのリストが表示されます。この中から習得させたいスキルを選ぶのですが、ここで注意すべきポイントが2つあります。1つはここ、さらにここです。残りスキルポイントとは現在そのキャラクターが使えるスキルポイントです。そして SP とはそのスキルを習得するために必要なスキルポイントの値です。試しにメルビーさんにエアカッターを習得させてみましょう。エアカッターにカーソルを合わせて決定ボタンを押すと、こちらにそのスキルを使用するために必要な TP 変化の表示がなされます。
見ていただけると分かる通り0から5に増えました。これはエアカッターを得得した後、それを使用するのに TP が5必要だという意味です。そしてはいを選択すると、見事エアカッターの習得に成功しました。これで次の戦闘からエアカッターが使用できます。今度はここに注目してください。この部分です。レベルの値が1になりました。そしてまだスキルポイントがあるため、再びエアカッターを強化することができます。エアカッターを強化してどんな魔物も切り刻んでやるぜ。へっへっへっと、エドゲインもドン引きな感じでエキサイトしている方は、少し冷静になってこちらの値を見てください。そう、ここです。つまりエアカッターのレベルを上げると魔法威力と命中は高くなるが、消費 TP と発動するまでの時間が長くなってしまうということなのです。これらの情報を確認しつつ、より良いスキル計画を考えましょう。今回の講義はここまでとなります。今後もあなたたちの成長に合わせて講義の内容が増えていきますので、ちょくちょく教室に足を運んでいただけると幸いです。それではまたお会いしましょう。またいらしてください。
ないわね。Thank you.